19世紀初頭のロンドンの社交界を舞台に、名門貴族ブリダートン家の8人の兄弟がそれぞれの愛と幸せを追い求める姿を描いたネットフリックスのオリジナルドラマ「ブリダートン家」。2020年12月25日に配信がスタートするや否や世界中で大ヒット。わずか4週間で8200万世帯が視聴しており、この数字はオリジナルドラマの中で史上最多となります。またイギリス、フランス、アメリカなど世界83カ国でネットフリックスのドラマ部門視聴者数ランキング1位を記録。さらにネットフリックスが視聴可能な日本以外の全ての国でトップ10入りを果たす快挙を達成しています。逆に言えば日本でのみトップ10入りしていないわけですが、その点に BBC 北米特派員のジャーナリストも注目。日本の特殊性を指摘する投稿に多くの意見が寄せられています。その一部をご紹介しますのでご覧ください。